本日はこの方どうぞ。あ、どうも、R 藤本です。 R 藤本さんです。ベジータでおなじみ、まあ、普段だもんね、ベジータの。そうなんですよ、はい。そんな R 藤本さんの、はい、やはりこうベジータやってますね。ベジータといえばもう強い、まあ、ですけども、はい、筋肉をちょっと見せてもらってもいいですか、体に。あ、はい、はい、何をするのか全く聞いてない。急に来てるんです。急に、ごめんなさいですよ。はい、はい、ここでちょっとやっぱそのリアクションもちょっと楽しみたくてちょっと隠してたんですけど、はい、先に太りまして。あ、そうなんですか。やっぱ俺ベジータだからやっぱこう、やっぱりベジータも、まあ、僕も言ってたんですけど、膨れ上がった筋肉ではスピードが殺されてしまう。はいはいはい。プロレスもそうなんですけど、うんうんうん、多少脂肪がないと防御力もない。はいはい。でだから実はこう戦闘民族として理想の体が、はいはいはい。あ、この肉体ちょっとなんだこれ。あ、でもなんかこう中にちょっと大変なことがあるんだけどさ、ちょっとなんか大変、ボン、なんか変な感じというか、出るとこ出てるみたいな。やっぱ戦闘に一番適した。あ、これがそうなんですか。初めて多分公の前に。はい。肌を見せない芸人。ボコボコがすごいな、なんか。そうですね。なんかいろいろ痩せたり太ったり繰り返して。ちょっと藤本さん、グッと筋肉、ちょっと入れていただいてよろしいですか、この。はい、すごいね、出てる。あ、胸筋もやっぱちゃんとありますね。あ、そうですか。敏感の方が。ここはちょっとやっぱブヨブヨ。まあ、でもこれがすごい。あ、ここ硬い。ここ胸筋も硬いね。ちょっと、敏感。あ、敏感です。あ、すいません。あの、女にもやめてくれって何回も言ってる。何回言っても。何回言っても。ちょっと、やめてくれって。やめてくれと。鍛えてきてるつもりかもしれないけど、ね。はいはいはい、はい、もうでも可愛い、そこは可愛かったですね。あ、ね、藤本さんの、はい、最後筋肉の匂い嗅がしていただいて。匂い、あの、やっぱりこうフェロモンが出るんで。ああ、はい。それだけ使ってやって。あ、はい、あ、いい匂いですね。あ、すごい匂い。濡れ？いや、濡れてない。本当ですか？何なの？舐めてた。いい匂いだった。ちょっともう一回だけ匂い。本当ですか？匂いだけ。舐めない。いや、いい匂いなんだよな。なんでこれ、これ結構舐めには耐えますね。得点ですね。こちら、うん、7点。もっと張ってなるから。いや、ダメや。やっぱり、はい、やめてくれって言ってた時に鍛えられてるのかもしれない。